Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, loving this the potion.で次ですね、まあ、概要と特徴なんですけれども、一つ目ですね、まあ、原産はヨーロッパとか北アフリカとかですね、まあアジアで、まあ、要はヨーロッパ南部からですね、アジアの地域にかけて北半球ですね、で広く分布する植物、ハーブということですね。はい。で、二つ目、木の高さなんですけども、15センチから40センチまで、こう縦で伸ばしてみると、あるとされてますね。で、常緑のですね、小低木ですね、でとされていて、まあ、ハーブの一種としてちゃんと分類されているというところですね。はい。で、代表的な例で言うと、コモンタイムとか、シトラスタイムとか、ワイルドタイムっていうものが代表的とされてますね。まあ、シトラスタイム、レモンタイムとか、ゴールデンレモンタイムとか、シトホンタンとか、言われますね。はい。で、代表的って言ったのは何かっていうと、次ですね、一般的に、まあ、代表的なのが、まあ、食用とか皆さんこう、使ったりする、身の回りにあるもので言うと35種類ぐらいとされているんですけれども、まあ、野生的なものを含めると、そこら辺のですね、森とか林とか、ある。もう本当に、それこそリアルワイルドな、野生的なタイムを含めると、なんと300から400種類あるとされてるんですね。はい。まあ、ただそれをこう分類分けの仕方だったりとか、まあ、これ本当に言えんのとか、いろいろこう、まああるんです。意見は分かれるんですけど、まあ代表的なもので言うと35種類とされてますね。はい。で、そのタイムの中には、直立性のタイムと、匍匐性のタイムと、2種類、大きく分けられるんですけれども、まあ、基本的には、2つともですね、幹ですね、木の幹、細いんですけれども、これは針金状のものだったりとか、まあ、直立していたりとかですね、するんですね、細いです、結構。で、葉っぱ自体は卵型が、まあ、一般的、まあ、ほとんど卵型ですね。で、葉っぱの対をなした真反対にまた葉っぱをつけるというところで、全体的にですね、葉っぱがこう対をなしになっているという特徴があります。はい。で、次ですね、すべての種で、すべてのタイム、その35種類とも言われますし、300から400とも言われますけども、このすべての種で共通するのが、春先から初夏にかけて、まあ、たくさんの綺麗な花を咲かせるというところが、まあ、特徴の一つですね。で、花の色に関しては本当にたくさんあって、まあ、白とか、紫とかピンクとか、黄色っぽいものもあるのかな、まあ、たくさんの本当に花の色の、種類があるとされてます。で、やっぱりですね、常緑樹で、一年中緑で、先ほどですね、結論ポイントでも言ったんですけども、だから一年中フレッシュな状態で取れるハーブの一つなんですね。なので乾燥させる必要もなく、一年中こうフレッシュの状態で、香りがいい状態で、収穫してそのまま使えるっていうような利点があるんですね。で、だから旬ってものはないのかなと思うんですけれども、実はその花を咲かせるこの春先から初夏にかけてが、一番香りがまあ、ガッと。上がるとされているので、あえて旬の時期をつけるというのであれば、春先から初夏にかけてが一番香りがぐんと伸びるところですね。はい。で、次ですね、斑点入りの園芸品種、園芸用のタイムっていうものがあるんですね。で、これって実は普通のものから突然変異でできたものとされているんですけれども、これもですね、その夏の暑い時期にこうめちゃめちゃ日当たり良くてですね、あ、ちいわーっていう時にですね、まあその園芸用の斑点のあるタイムがこう温度が上昇していくと、まあこの先祖返りっていうものをするんですね。そうすると緑の通常の状態に戻るとされてます。なので逆に園芸用で、まあ、斑点入りのタイム使いたいなというところで、購入したりとか栽培していて、緑の部分が、綺麗な常緑の部分があると思うんです。
あるものがあったらですね、あ、これ日当たり良かったんだなと思ってあげてください。別に悪いことはないです。はい。で、次にですね、妊娠中とか高血圧の人はですね、まあ、長期常用と、大量に食べるっていうことは避けてくださいねというところですね。まあ、長期常用は、もう本当何年何十年とかもう毎日毎食タイム使うみたいな感じで、は避けてくださいねというところですね。あと大量もう何ですかね、もう2年3食タイムだけみたいなね、タイム何トンみたいな、食事は避けてくださいというところですね。はい。で最後に、まあ、数あるそのハーブの中でも、言ったみたいにですね、最も抗菌力あるですね、抗菌力の強いハーブの、とされていますタイム。はい。でこの中身に関してはまた、利用の方で喋りたいと思います。はい。じゃあ次ですね。はい、ということ で動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのコア。